はい、どうも、イズログです。えっ、ー、と、えー、まあ、結構動画がご無沙汰になっちゃったんだけど、まあ、今いるところもようやく Wi-Fi が入って、まあ、動画とかブログの更新も徐々にできるようになってきたんだけど、まあ、ここは離れます。で、えっ、ー、と、前の動画は、あれか、山形の、えー、トマトの収穫か、から帰って帰ってきて、では確か終わったんだよね。 で、あの、で、もう一回出稼ぎ行きます、みたいなこと言って、えー、静岡のみかん狩り行くわみたいなことは言ってたけど、まあ、それは、あの、決 <laughs> 定なんか働きに行くのに結構から払う金が高いからね。で、しかもなんか1月までいなくちゃいけない、みたいなことを言われたから、それはなんかね、 部が悪いので減りました。で、今現時点では、えっ、ー、と、長野にいます。で、大体まあ今、ここの長野も12月までいるつ,つもりだったけど、やめて、やめます。11月くらい、<coughs> まあ、11月末でやめます。まあ結構、衝撃的なところで、まあブログは12月かな <coughs>。もう予約投稿で書いたんだけど、まあ働くといいことないですね。<coughs> まあここは農業法人で、えーほ、ほぼベトナム人の人たちが働いてるんだけど、まあ、今はね、俺が暴れたからそうはないんだけど、えーっと、まあ、10月とか、えー、11月の頭くらいまで、あのー、7人乗りの車に、えー、8人、9人乗ってくるとかね、結構すごいことをしてる会社だったわけよ。で、しかもその運転ドライバーは今、 リゾバの発見で来てる俺ともう一人の子がやらされてたしね。<coughs> でもまああとは、ここ雪国なんだけど、その車のフロントヒーターが壊れてたりね。で、それ直してくれって言ったらなんか、暖気運転でヒーターガンガンつけとけば曇らないよとか言われたけど、んなことはねえだろバカって話だよね。 それでじ、ベトナム人じ乗せて事故って、事故ったり、あとはあれだよね。で、事故った時にあれがバレる。定員オーバーがバレたり。まあ、あとね、帰ってくる時で意外とあの、子供の <coughs> 歩行者保護かな。あの黄色い旗のおばさんじゃないけど、それに混じってね、マジで警官がいるんよ。いたんよ、マジで。だからそういうところで見つかったらさ、実はネットで調べると定員オーバーって、あれじゃん。 六千円の罰金とね、点数マイナス1なんだってね。か意外と買ったあれ高くつくんよ。だってゴールド消えちゃうじゃん。点数マイナス1って。だからそれだから、頭に来てや、頭に来たし、で、あとはそのことをね、日本人の社員に言って、まあ、壊れた、あの、ヒーターの壊、車が壊れた時に取り戻って、えー、 まあ、その人数のことを相談して、社用車2台になるんですかっていうのは、ちょっと聞いたけど、あの、ふらっとこう聞いてはみたけれども、まあ、彼らが良ければいいんじゃないですかっていうふうなことを言われて、ぶちけてやめます。あいつらって関係ねえじゃん。あいつら良くても、俺が、俺が良くないじゃん。ね。だからまあ、働くとね、いいことないよね。はぁ、あ。まあ、あとはとにかく来年のゴールデンウィークまで、 なまあ、破れ、かぶれでもいいから何でもね。仕事をして、とにかくお金を貯めるのと FX のトレードスキルもつけていかなくちゃいけない。まあ、ついてこないけど。はあ、まあ、あとはなんか無駄に焦ってる感じがあるね。なんか一つのことをやってると必ず他のこと考えちゃうから。だからちょっとここら辺は、もちろん自分の、なんだろう、考えとか。 気持ちを落ち着けて何が重要で何が優先順位なのか、優先順位で一番上に来てるのかっていうのをもう一回確認した上で、えー、とにかく <coughs>、やっていこうかなとは思います。まあちょっとね、やっぱり俺の性格としてね、仕事場でストレスがあると、すべてに苛立つっていう感じだね。まあそれが大人ではないとかね。<coughs> 言われれるんだろうけれどもそれが俺のキャラクターだからしょうがないと思う別にそれでもずっとやっていかなくちゃいけないわけじゃないし俺もやってるんだからお前もやるみたいなね <laughs> ことはどうでもいいんだけどまあ何を喋っているのかは分からないけれどもーまあ一応11月で終わって今次はまあスキー場に行こうか沖縄に行こうか迷ってますねうんまあね沖縄に行った方が <laughs> あそうそう、沖縄のね、陶器美工場には応募はしたんだけど、まあ、いかんせん、その、結局、冬場スキー場行った方が稼げるんだけど、なんかコロナが怪しいね。うん。まあ、沖縄ダメだったら、まあ、諦めてスキー場かなと思うんだで。多分ね、スキー場すげえばかり時給高いんだけどね、結構、平日の休日、平日なんか営業しないところとか絶対歩くさい、と思う。うん。 でちょうど GoTo キャンペーンも見直し入ってきて、えー、コロナの影響はまあまあ出てくるだろうね。だからそこ行くとちょっとね、4月頭、<laughs> もしくは4月中までね、働けてた方が、こっちは都合がいいので、まあ、サトウキビし第いだけどね、サトウキビに受かったら。からまあ、あとはね、 ずっと仕事を追っていくよりかはやっぱりね、自分の家買ったからそこら辺でどうにかしたいなっていうのはあります。まあただ、ね、蜂の巣駆除で床剥がして天井を抜かない、抜いてちょっと蜂の巣の状態を確認しないといけないから、ちょっとまあ全、まあちょっと来年のゴールデンウィーク、 まあ、家の手直し入ったら結構ドカンってお金も出るんだろうなと思います。まあ、愛車のエブリィちゃんも、痛い。整備費用って11万の見積もり出ちゃったからさ。で、まあ繊維、戦奴 <coughs> は戦友なので直したいけどね。でも本当にあの11万で払う必要があるのかっていうのは、正直ある。ので、あまあ、とにかく来年のゴールデンウィークまでは、 まあ、なるように、なるみたいな感じで行くしかないんよなはい。なわけで、まあ、まとまんないことを、つらたらつらたら喋ってみました。まあ、次は、スキー場なのか、はたまた沖縄なのか、どっちなのかなって感じです。はい。まあ、シェアハウス開業に向けてもね、あとは二足のわらじ。 まあ、要は生き方というか収入源のタイプだね。性質というか、それを <coughs> どうやって自分で調節をしていこうかって感じですね。まあ、ブログにも、最近ね、ブログの一番最後にも余裕があったらコピーペーストで貼り付けてはいるんだけど、work is part of life, not all of life. えー、ライスワークとライフワークのバランスをと,とるために、 人走り続けるみたいなことは書いてるんだけど、まあそれが、それを追求し続けること自体が、まあ自分のライフワークかなっていう感じです。はい。<laughs> まあ早く自分の家を収益化できるように、ゲストハウスの申請ができるように、まあ頑張ります。はい。っていう悩みでした。ああなんかね、そう。 なんかいいアイデアください。あのね、やっぱり床貼るのは結構お金かかっちゃうから多分ね20畳ぐらい床貼り替えるんだけれども床貼るのってさ、あの床のなんか材、なんかあの、オスとメスのなんかね、この床貼ってここにキュッて押し込んでポコッてはめるじゃん床って。だからあれって 床でや、その床でやってないといけないのかなって感じ。ちょっと高いからさ。であれ、普通に板とかでやっちゃダメなのかなっていう感じ。値段の上に、通イ材みたいなのを置くのか、それとも、ね、コンパネで置くのか。でまあ、コンパネでやった方が安くていいんだけど、そうするとあの、値段と、そのコンパネの空間っていうのはもちろん開くんだけど、そこが、 密閉に、ほぼ密閉になっちゃうから、そしたらなんかそこをかびいてまたもう一回やんなくちゃいけねえんじゃねえのっていうのは、ちょっとあるんよね。まああの家はそんなに湿度たまらない、いい家なんだけど、日当たりがむしろいいからね。だからまああとはね、ジモティ使って浮かしたりとか、経費浮かしたり、ただでもらえるもんもらってとにかくやってこようかなって感じなんで、 はい。まあ、とにかく、まあ、そう、床張りと、あと壁の断熱材かなあれって断熱材の代わりになんか使えるものってないんですかねなんかあの、家にはなんか使わなくなったマットとかがあるんで、それ突っ込んでもいいのかなって感じ。で、ああ、そうそう、あとね、融雪コンクリートって作れないのかなっていう悩みがあります。まあ、駐車場のコンクリートもそうなんだけど、えー、なんだっけ、発泡スチロールだっけなんか、北欧圏でそういうものを使ってるよね。融雪レンガみたいな。 だからそんな感じのなんか、いい、こんなのあるよとか、コンクリートになんか発泡スチロール混ぜりゃいいよみたいな、そんな、なんかいいアイディアないっすかね。融雪コンクリあるかどうかはちょっとこれから検索するけど。で、あとは、えあれだ。床。と、 天井の DIY だね。一応ね、蜂の巣を探すのに、そう天井を落とさなくちゃいけないと思う。うん、屋根裏の通風口から刺さりに入れないし、巣見えなかったから、ちょっと屋根を落とす時の注意とか教えてほしいっすね。で、あと DIY 家をやるんだったらやっぱり壁からやった方がいいのかな。床先にやりたいんだけど、そこら辺の順番ってどうなんだろうね。わかる人、ちょっと教えてください。うん。 まあ、そんな感じです。ではでは。